ちゃん。待ってたよ、偽物さんたち。それとあんたも。ここであなたたちを成敗する。そしてお母さんを殺した奴を裁くんだ。聞け、アカネ。俺はもう逃げねえ。お前の母親を殺した悪党は俺が捕まえる。葵の名にかけて誓う。だから元に戻ってくれ、アカネ。そんな言葉今さら信じられるわけない。大人はみんな嘘ばっかり。悪い奴がいたって見て見ぬふり。でも怪盗団は違った。そんな嘘を全部壊してくれた。なのに、アカネちゃん聞いて。あなただって気づいていたでしょ。お母さんのことで善吉さんも苦しんでいたこと。どうしようもない中で善吉さんも耐えていたことを。だけど受け入れられなかった。お母さんを失った痛みに耐えられなくて。違う、私は。でも違うのよ、茜ちゃん。悪いのはあなたのお父さんじゃない。お母さんを死に追いやった犯人よ。あなたの悲しみと苦しみは計り知れない。だけどお父さんのことを受け止めてあげて。ふにゅ。いなくなってしまったらもう二度と伝えられないの。あの時言っておけばよかったって後悔しないように。逃げずに向き合うことが大切なの。私がみんなに教わったように。黙れ。怪盗団はそんなこと言わない。怪盗団は私の味方なんだから。本当の怪盗団は私を苦しめない。本当の怪盗団は私の味方。みんな気をつけて。おい、あれはまさかジョーカー。セル、うん、どうなってるの。お願い、偽物を改心させて。私の怪盗団。私たちとそっくりだ。これは茜の認知が生み出したヨガハイたち怪盗団。認知だと、一体どういう。要は俺らの偽物だ。とにかくこいつら倒せば問題ねえ。なるほどな、わかりやすい。待ってろ茜、今お前を。よく聞け。オーケー、任せろ。頑張って、私の怪盗団。偽物なんてやっつけちゃって。ジョーカー負けるな。本物の力見せてやれ。攻撃チャンス、今だ。ぶっ飛ばせ。いただいている。私の怪盗団が。今だ、ヘルストだ。この力で。こいつめちゃくちゃ早い。なんとか隙を見つけて。は、無駄だ、奪え。ジョーカーの追撃がヒット。この手でいく。そんなとこまで原作再現。気をつけろジョーカー。やめてよ、私の怪盗団に何するの。聞いてるみたいだぞ。そのまま攻めろジョーカー。
さ。こいつら俺らの真似ばっかしやがった。見た目だけは一丁前だが、我が輩には遠く及ばないぜ。撃ち抜く、ヘルスミトラユニコーン。この力で行くぞ。ミトラエリゴール、さあ食らえ。手もあい、気をつけろ。てい、せや、そこか。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。その動きについてくるか。自分と同じ攻撃してくるってめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。今までで一番手強い相手かも。来い、みんな気をつけて。必殺を。みんな頑張るな。行くぞ。この手で行く。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。ジョーカー気力少なくなってる。気をつけて。撃ち抜く。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。はっはっ、奪え。撃ち抜く、行くぞ。ミドラユニコーン、この力で強敵だな。気合い入れていけ。今だ、敵がひるんだぞ。ここだ。こいつめちゃくちゃ速い。なんとか隙を見つけて。チャンス、フッ、いや決める。フッ、撃ち抜く。ペルソナー低い姫ユニコーン、これでさすがジョーカー。アカネちゃん、もうやめて。私たちはあなたの敵じゃないわ。うるさい、うるさい。私の味方は怪盗団だけだもん。撃ち抜く。ふっ、食らえ。無駄だ、いただいていく。ジョーカーの追撃がヒット。もらった。はっはっ、せい、はっ。私の怪盗団が負けるはずない。早く茜の目を覚まさせないと。やめろジョーカー。ここだ。よし、あ、いけるぞ。ショータイムだ。いただいていく。うまいぞジョーカー。ナイスだ。頼りにしてるね。ひらえ、ペルソナミトラエリグネギ、雨の渦目突破天狗。強敵だな。気合い入れていけ。チェッチェッ、撃ち抜く。ジョーカーの追撃がヒット。正体突破天狗、食らえ。みんな間違ってる。私が正義を貫かなきゃ。俺はそこまでお前を追い詰めちまったんだな。悪かった、アカネ。もう逃げねえから。頼む、目を覚ましてくれ。新技覚えたぞ。サポートを任せろ。ヘッ、偽物なんかに負けるかよ。姿形は似ていても中身はまがいもの。俺たちに勝てる道理もない。本物の怪盗団にはな。嘘、そんなはずない。私の怪盗団が負けるなんて。あなたたちは本物。そうだぞ、私たちが怪盗団だ。私たちを信じて、茜ちゃん、そしてお父さんを。
悪党なんかに私たちは絶対に負けない。必ず貫いてみせるわ、私たちの道を。みんな、聞いてくれ茜。お前の言う通り、俺は最低のクソ親父だ。葵の仇を取ることもできず、警察としての務めも果たさず、お前と向き合うこともしなかった。俺は怖かった。お前まで失うのが。だから正義を捨てた。葵の仇を取るのを諦めて。いつか時が来る。そんな言葉で自分をごまかして。間違っていたのは俺だ。だがもう違う。葵を、お前を踏みにじった奴らを必ずこの手で捕まえる。その勇気を俺にくれ、茜。本当に？本当に？悪い奴を捕まえてくれる？あ、お前のお母さんに誓う。約束だよ。破ったら今度こそ許さない。大丈夫だ、俺を信じろ茜。信じる、信じるよ。これでいいんだ。あかねちゃん、あかねちゃんのシャドウはね、本人のところに帰ったんだよ。あかねちゃんが元に戻ってくれた証。よかったね、ウルフ。お前ら、それを早く。魂の絶叫だったな。
俺の心も震えたぞ。私もちょっと泣いちゃった。おいい親父してたぜ、おっさん。ウルフ、かっこいいぞ。それだけじゃない。アカネちゃんを守るために必死で頑張ってきたのね。よせよ、そんな立派な人間じゃねえ。照れてんのか。だがもう我慢する必要はない。悪党ども相手に一暴れしてやれ。我が輩たちと一緒にな。まさか怪盗に諭される日が来るなんてな。ああ、そうさせてもらう。茜に約束したからな。この江戸大和田、奴らを逮捕して事件を終わらせる。おや！で、その前に茜は現実じゃどうなってんだ。私たちは茜ちゃんが誘拐されたって聞いてここに来たから。本当は誘拐されてないのかもしれない。一度自宅を確認してみた方がいいわ。ああ、ひとまずここから脱出しよう。大丈夫か？どっか痛いとこはねえか？なんかその…大丈夫だよ。そうか。私、いつ寝たんだっけ？そういや、あっちの記憶はないんだったな。あっち？ああ、どっから話したもんだか…ゆっくり行くとしよう。話したいことがたくさんある。聞いてくれるか、茜。茜ちゃんが無事で本当によかった。さすがの我が輩も今回ばかりはヒヤヒヤしたぜ。でもなんで茜ちゃんがキングに？アカネちゃん自身にも目的があったみたいだけど、それでキングになっちゃうもの？アカネの場合、我が輩たちを捕まえるためにキングにされたのは間違いない。おそらくそれを実行したのはこの絵だろうな。独断だったか大和田の指示だったかはわからないが、
アリスや夏目たちもこの絵がキングにしたのかな。そうだろうが、茜とは違う理由だろうな。人の心をもてあそんで許せない。あのヒゲ野郎、絶対とっちめて。行ったか。ここはまだバレてないみたいだな。なんとかしないと、ここから動けないね。新島さえって人から電話だ。お姉ちゃんから？もしもし、久しぶりね。覚えてるかしら、私よ、新島さえ。ありがとう。まったく、また無茶をしてるみたいね。そこにみんないる？スピーカーにしてくれるかしら。みんな無事でよかった。お姉ちゃんありがとう。助けてくれるって信じてた。高くつくわよ、依頼料。マジで助かったぜ。おっさん出れなきゃ終わってたからな。超絶美人で仕事もできる、これもう無敵のスーパー弁護士だろ。おだてても何も出ないわよ。それに私だけの力ではなかったから。それよりいいニュースがあるわ。怪盗団に出された逮捕状は無効。しばらく警察は動けない。どうして？逮捕状に裁判官の押印がなかったの。提出された証拠もデタラメ。あなたたちを逮捕するためになりふり構わなかったようね。さらには長谷川警部補への違法な取り調べ、警察には公安委員会の手が入ったわ。今府警は不正を隠そうとして必死。あなたたちに目を向けている余裕はない。何かあればすぐ連絡する。あなたたちはその間に状況を打開して。その言葉は事件が解決するまで取っておいて。お姉ちゃん本当にありがとう。気をつけてね、マコト。じゃあ私はやることがあるから、また会えるのを楽しみにしているわ。嬉しいものだな。俺たちを支えてくれる人がいる。うん、そういう人たちのためにも頑張らないとね。じゃあこれからどうするかだよな。この絵が実行犯なら、ヤスさえ改心させれば一連の改心事件も収束する可能性が高い。私たちの濡れ衣も一気に晴らせる。ええ、おそらく所長の殺害容疑もね。けど問題はジェイルに入るキーワードだよね。相手は想像以上にこちらのことを知っている。もう善吉の言っていた手も使えないだろうな。それに私たちのことを知っているなら、この絵もキーワードの重要性に気づいてるはず。改心されないように迂闊にキーワードを漏らしたりはしないでしょうね。結局そこかよ。どうすっかな。この絵から疑われずにキーワードを聞き出せる人物がいればいいのか。心当たりがあるのか。一ノ瀬クオンがいる。そうか、一ノ瀬さんはエマの開発者だし、大学の講演の時にもこの絵との接点があった。
一ノ瀬さんならこの絵社長のキーワードをさりげなく聞き出せるかも。いけるかもしれねえな。グッジョブだソフィア。朝飯前ってやつだ。早速連絡してみてくれ。もしもーし。やあやあ、どうやら無事みたいだね。よかったよかった。そりゃあ君からのコールだからね。また面白い話が聞けるかとワクワクしちゃうよ。それで何かあったの？というか沖縄はどうだったんだい？あ、そうか、一ノ瀬さんに沖縄のこと話してなかったよね。そうね、これまでのことも含めて話しておきましょう。おお、みんな一緒みたいだね。聞かせて聞かせて。なるほどなるほど。相変わらず君たちすごい目に遭ってるね。ちょ、笑い事じゃねえよ。おっと、ここはそうじゃなかったか。だいたい事情は飲み込めたよ。この絵さんの友達キーワードを知りたいんだよね。ええ、なんとか聞き出せませんか？いや、聞き出すっていうか、キーワードならこの前もらったよ。は？どういうことだ？ほら、君たちが講演会を見に来た日、関係者の懇親会があったんだけど、そこでこの絵さんに会ってさ、キーワード入りの名刺もらったんだよね。あれ、どこ行ったっけ。確かあの辺に置いたと思うんだけど。探してくれ。今すぐ超特急で頼む。おお、分かったよ。確かこの辺りに。相変わらずぶっ飛んだ人だね。っていうか明日までってどんだけ部屋散らかってるんだろう。だがこれでキーワードが手に入れば。うん、このエアキラのジェイルに入れる。任せて大丈夫なのかよ。不安だけど今は信じるしかないわね。ああ、我が輩たちはジェイル攻略の準備を進めておこう。明日、善吉と合流して大阪に向かうぜ。